皆さんこんにちは、のぞみ&ミッキーののぞみです。今日は僕一人で、初めて英語についての動画を撮ってみようと思います。僕もまだまだ英語は練習中の身だし、もっともっとみんなと一緒に英語を上達していければいいなと思ってるんですけど、まあ、ありがたいことに SNS とか、まあ、YouTube のコメントとかで英語についての質問を、結構いただきます。で、まあ、どういうふうに英語勉強しましたかとか、こうどういうふうにしたら英語喋れるようになりますかとかっていうのを聞かれるので、まあ、そしたら僕が今普段イギリスで生活してる中でこうすごく便利でよく使う単語とかフレーズとかがあるので、あ、じゃあこれをシェアしてみようかなと思ったので、今日はそれを動画にしてみようと思います。まあ、僕はイギリスに住んでるので、なんか知らない間にイギリスでしかあんまり使われないフレーズとかをこう吸収していて、僕もあ、これアメリカで使わないんだとかっていうのがたまにあるので、もしかしたら今から僕が紹介するフレーズもあんまりイギリスの外では使われないものもあるかもしれないので、そこはご了承ください。でも英語は英語なのでまあそこはちょっとご了承いただければと思います。はい、それでは早速一つ目いってみましょう。一つ目、僕がよく使うフレーズはこちらです。 My cup of tea、まあ、直訳すると僕のお茶とか、まあ、僕のカップ一杯のお茶ってなるんですけど、まあ、なんだそれって感じですよね。直訳したら全然意味が違うんですけど、これは、まあ、自分が好きなこととか、まあ、嫌いなことを言うときに表すフレーズになります。例えば、あの新しいアニメ好きだったみたいな、 Did you like that new anime? って聞かれたときに、そうでもなかったかなっていうときとかは Well, it wasn't my cup of tea とかって言うことができます。Something is not my cup of tea ってすれば、あんまり好きじゃない、自分のスタイルではないかなっていうことを表せるフレーズです。で、これは tea っていう単語がついてて、まあ tea と言ったらイギリス、紅茶の文化のイギリスなので、もしかしたら、まあ、イギリスでよく使われるのかもしれないんですけど、でもアメリカの人が言ってるのも僕は聞いたことがあります。では次、2個目はこちら。 Wake up and smell the coffee. Wake up and smell the coffee。まあ、これは直訳すると、起きてコーヒーの匂いを嗅ぎなさい、起きてコーヒーの匂いを嗅ぎなさいっていうことなんですけど、まあ、これも直訳すると意味わかんないですよねで、まあ、どういうことかっていうと、これでも日本語でもそのままで、もう目を覚ませっていうことです。なんか目を覚まして現実と向き合いなさいとか、そういう感じのことですね。こう何かちょっと嫌なことがあって現実から目を背けてたり、ちょっとちゃんと向き合ってない時とかに、こう Wake up and smell the coffee って言うと、もう目覚ましなよみたいな、ちゃんともう現実に向き合いなよっていうことを、言いたい時に使います。まあ、これ別に僕普段の生活の中で、仕事とかでは使う時あんまないですけど、でも結構ドラマとか、まあ、なんかテレビとかだと使われるのかなって思います。次に僕が紹介したい英語のフレーズはこちら。 Ring a bell、 Ring a bell っていうフレーズです。まあ、これお分かりの通り、まあ、直訳するとベルを鳴らす、 Ring a bell、 リッベルを鳴らすっていうことなんですけど、全然違う意味にこれがなったりします。皆さん推測できますか僕これ初めて意味知らない時に言われた時に、うん？ってなったんですけど、でもなんとなくイメージはつきやすいかもしれないです。 Ring a bell っていうのは、これは何かを思い出そうとしてる時にこうピンとくるっていうか、あとピンとこなかったりする時に使うフレーズになります。で、例えば、まあ、日本語とかでも、なんかもう何年も前にあった誰々のことを覚えてるって言われた時に、英語だと、it doesn't ring a bell って言うと、あんまピンとこないな、みたいな感じになります。これはよくミッキーが使う言葉で、なんか動画、今までの動画を見てくださってる方は知ってるかもしれないんですけど、ミッキー結構忘れっぽいことがあるんですね。で、僕がよく、あの人のこと覚えてないって言うと、His name rings a bell。 彼の名前はなんかピンとくるけど、でも覚えてないみたいな感じで結構ミッキーは使います。 The name rings a bell って言うと、名前はわかるけど、あ、でもなんかちゃんとは思い出せないみたいな感じで使います結構英語を勉強してる、まあ、僕もそうですけど、こう何か自分が言おうってしたいことって、こうなんか直訳しがちな時とか、
あとはすごいもう全然いいんですけど、簡単な単語がやっぱり使いやすいからそれが出てきちゃうんですよね。普通に、あ、これ覚えてるって言われた時に、あんま覚えてないやみたいな感じで I don't really remember とか、覚えてるよみたいな感じで I remember みたいなことも言うんですけど、なんかそういう時に It doesn't ring a bell とかって言えるとちょっとなんかかっこよくないですか？僕あんまり普段これちょっとなかなか使えないので、今度頑張って使ってみようと思います。はい、では次に、日常会話で使える便利なフレーズ4つ目はこちらです。 An elephant in the room. An elephant in the room. 直訳したらもうこれはその通り、 elephant は象ですよね。 The room は部屋なので、あの部屋の中にいる象どういうことって感じですけど、部屋に象がいるみたいな、まあ、イメージとしては、もしこう部屋の中に象がいたらみんな気づきますよね。え、象いるみたいな、まあ、そんなシチュエーション絶対ないけど、でもしあったら、え、部屋の中に象いるんだけどって絶対気づきますよね、みんな。で、そういうシチュエーションの中で、まあ、Elephant in the room っていうのはこうみんな気づいてて分かってるけど、あえて話題にしないようなこと。例えば会議とかですごい問題点とかがあって、もうあからさまそれが問題ってみんな分かってるのに、ちょっとこうなんだろうね、気まずい感じであえて誰も話題にしないようなことを Elephant in the room って言います。なので例としては、まあ、例えば会議とかにいて Oh please let's talk about the elephant in the room って言うと、あ、もういいじゃん、もう話そうよそのことについてみたいな感じで、まあ、みんなもうあえて話さないの分かってるけど、もう話そうよみたいな感じで Oh please let's talk about the elephant in the room って使えたりします。なんかこう聞くと英語って面白いですよね。なんか部屋の中にいるぞってあんまり日本語だとそういう言葉ってないんじゃないかなと思います。では次、日常会話で便利に使える英語フレーズはこちらです。 Spill the beans. Spill the beans. で、これは Spill っていうのが動詞で何かをこぼすっていう意味なので、直訳すると豆をこぼすって意味になります。まあ、もちろん本当に豆をこぼした時に、あ、豆こぼしちゃったみたいな感じで Oh, I spilled the beans って多分言うことはできると思うんですけど、まあ、熟語としてこれを使う場合、意味としては秘密をばらしちゃう時に使える単語です。で、これはまあ何か秘密事とかがあって、あの彼が秘密ばらしたんだよとかって言った時に Oh, he spilled the beans とかって言うと、あ、彼が秘密ばらしたんだよっていう意味になります。それでは次に、ご紹介したい便利なフレーズはこちらになります。これは Under the weather. Under the weather. で、まあ、直訳するとその通り天気の下Under がなんとかの下、 The weather が天気なので天気の下ってことで、まあ、これはちょっとなんか気分が優れない時とか体調が悪い時とかに使う言葉です。I am under the weather とか I am a little bit under the weather って言うと、ちょっと今日なんか今ちょっと体調優れないなみたいな、ちょっと今体調悪いなっていう時に使います。で、まあいろんな言い方で、例えば I'm not really well とかそういう風に言えたりするんですけど、 I'm a bit under the weather って言うとちょっと今体調悪いなみたいな感じになります。こういうのってこうやっぱなかなかスッて出てくるのが難しいから、いざここで使おうっていう時になかなかこの出てこないもどかしさがあるんですけど、このフレーズは結構簡単に使えると思うので、何か機会があったら使ってみてください。じゃあ次に、紹介したいフレーズはこちら。これは Water under the bridge. Water under the bridge、まあ、これも直訳すると橋の下にある水、 Water が水で Under 何々の下 The bridge 橋なので、 Water under the bridge、橋の下にある水ってなるんですけど、もちろんそんな意味ではなくこれはちょっと問題があったんだけど、もう大したことないからそんなに今は問題じゃないこと、前はちょっとした問題だったけどもう時間経っちゃってあんま気にしてないからもういいよみたいなことを、Water under the bridge って言います。これちょっと、インターネットから例文を引っ張ってきたんですけど、例文にするとこんな感じで、we did have our disagreements, but it's under the water. We did have our disagreements, but that's water under the bridge.
We did have our disagreement, but that's water under the bridge. まあ訳すと、まあ確かにあの時僕たちこう、なんだろう、disagreement っていうのはこう意見が合わないようなこと。こう賛成するが agree で、disagree になると賛成しない、まあ意見が合わないってなるので、まあ確かにあの時ちょっとね、意見が合わなかったけど、でもまあそれはもう過去のことだよ、もう。あ、まあもう今は大した問題じゃないよっていう意味になります。なのでまあ普通に簡単に言いたい時は、It's not really a big problem now. 今は大した問題じゃないよって、まあ簡単に言うこともできるし、It's water under the bridge now. っていうと、まあそれも、もう今、過去は過去だもんねっていうふうに言えるので、まあそれも、こうね、いろんな言い方で言えると、ちょっとかっこいいかもしれないので、まあ何か機会があったら使えばいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は、こう、日常で便利に使える英語フレーズについて紹介してみました。で中にはね、僕がよく使うフレーズもあったし、あんまりこうスッて出てこないようななかなか使えないフレーズもあったんですけど、皆さんも機会がある時とか、大学生とかだとディスカッションとかあると思うんですけど、まあ、英語の授業とかで、使うとちょっとおってなったり、あ、すごいあのフレーズ知ってるんだみたいな、何なんて意味ってなるかもしれないので、ぜひ使ってみてください。で、今回初めて僕一人で英語についての動画を撮ってみたんですけど、他にも英語についてこういうのが知りたいとかっていうのがあれば、もしよければコメントとか SNS で教えてください。ということで、今日のこの動画いいねと思ってくれたら、ぜひ高評価の方とチャンネル登録とコメントなどしたお願いします。あとは SNS も概要に書いてあるので、よければフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。